皆さん、こんばんは。大阪怪談話へようこそ。今日は新世界の廃ビルで囁かれる恐怖についてお話しします。大阪の観光地として有名な新世界ですが、夜になるとその一角にある廃ビルには誰も近づこうとしません。その理由は、ここで起こった恐ろしい事件と、それにまつわる怪異現象にあります。この話は、警察官のおじから直接聞いた実話であり、詳細に語ることで皆さんにもその恐怖を共有したいと思います。今夜は、その廃ビルに潜む恐怖の全貌を明らかにしていきます。どうぞお楽しみください。その前にチャンネル登録と高評価お願いします。新世界の廃ビルで囁かれる恐怖、実話怪談スタートです。その廃ビルで起こったのは、ある日突然のことだった。ビルの一室で女性が撲殺される事件が発生したのだ。被害者は美穂。犯人は元交際相手の浩二であった。事件は新世界を震撼させ、警察はすぐに捜査を開始した。美穂と浩二はかつて恋人同士だった。しかし、美穂の異常な執着が原因で二人は別れた。美穂は別れを受け入れられず、浩二に対するストーカー行為を始めた。彼女は毎日のように浩二をつけ回し、家の前に現れたり、無言電話をかけ続けたりした。浩二は警察に何度も相談したが、当時はストーカー被害に対する認識が低く、適切な対応がされなかった。次第に、浩二の精神は追い詰められていった。仕事に支障が出始め、友人たちとも距離を置くようになった。彼は常に誰かに見られているような感覚に苛まれ、夜も眠れなくなった。そしてついに、事件が起こってしまったのだ。美穂が浩二の家に侵入し、そこで言い争いになった末に、浩二は美穂を撲殺してしまった。事件後、浩二は逃亡し、警察は美穂の家を捜索することにした。だが、美穂の家族は彼女の部屋だけは捜索を拒んだ。彼女のプライバシーを尊重してほしいと家族は言ったが、警察はこの対応に不信を抱いた。最終的に、捜査員たちは力ずくで部屋に入ることにした。ドアを開けた瞬間、捜査員たちは驚愕した。部屋の壁一面には、浩二の写真がびっしりと貼られていた。それらの写真は盗撮されたもので、浩二が無防備に過ごしている瞬間ばかりだった。さらに、その上には赤いインクで浩二と乱雑に書かれていた。文字はまるで、何かに取り憑かれたように狂気じみた筆跡だった。部屋の中央には、人形がいくつも散らばっていた。それらの人形は美穂が手作りしたもので、不気味な表情をしていた。目がくり抜かれたもの、口が大きく裂けたもの、中には針が刺さったものまであった。これらの人形が持つ意味を考えるだけで、捜査員たちは背筋が凍る思いだった。捜査を進めると、さらに驚くべきものが見つかった。部屋の隅には、浩二の髪の毛や爪が瓶に詰められて置かれていた。美穂がこれらを収集していた理由は明らかではないが、その執着心の異常さを物語っていた。捜査員たちは部屋に足を踏み入れた瞬間、異常な寒気を感じた。まるで誰かが彼らを見つめているような気配があり、その場にいること自体が恐怖だった。しかし、彼らは職務を全うするため、恐怖を押し殺して捜索を続けた。部屋の中で感じる重苦しい空気と、不気味な静けさが、彼らの精神を徐々に蝕んでいった。この異様な光景を目の当たりにし、捜査員たちは美穂の狂気と怨念を肌で感じることになった。そして、彼女が浩二に対してどれほどの執着を抱いていたかが、改めて浮き彫りになった。その頃、警察本庁でも奇妙な現象が起こり始めた。事件現場の監視カメラには、死亡推定時刻になると黒い影がうろついているのが映っていた。
はじめは疲労による見間違いだと思われたが、何度見てもその影は存在していた。捜査員たちは疑心暗鬼になりながらも、この異常な現象に対処する必要があった。映像を解析することになった捜査員の一人は、見えると噂される捜査員だった。彼はこれまでにも数々の怪異現象に立ち会い、その経験から特異な感受性を持っているとされていた。彼が映像を詳しく分析することになったが、その影は今までとは違う異様な気配を放っていた。影は不規則に動き、時折まるで意識を持っているかのようにカメラに近づいてきた。彼が映像を繰り返し見るうちに、その影の動きには一貫性があることに気づいた。影は特定の時間帯に現れ、一定のパターンで動き回るのだった。捜査員はこれが単なる偶然ではなく、何かしらの意思を持っていると確信した。そこで捜査員はその時間帯に現場で張り込むことにした。夜中の薄暗いビルの中、彼は一人で待機し、その影が現れるのを待った。やがて予想通りに影が現れた。影は徐々に近づいてきて、その存在感は次第に増していった。捜査員はその時、影がただの光の加減やカメラの故障ではなく、本物の霊的存在であることを確信した。影の近くにいると、捜査員は異様な寒気と圧迫感を感じた。まるでその場所全体が重苦しい空気に包まれ、心臓の鼓動が速くなるのを感じた。影は彼に向かってささやくような音を立て、その声が次第に彼の精神を蝕んでいった。彼はその影の存在に耐えきれず、次第に精神的に追い詰められていった。美穂の霊が事件現場に留まっているという噂は、次第に警察内部に広まっていった。捜査員たちは次々と体調を崩し始めた。頭痛、悪寒、異常な疲労感など、彼らは皆何かに取りつかれたかのような症状を訴えた。さらに夜になると、美穂の霊が寝床の隣に立ち、ささやく声が聞こえるという話が広まり、恐怖はますます増大した。ある晩、叔父が見たというその光景はまさに恐怖の頂点だった。叔父は夜中に突然目を覚まし、部屋の隅に何かの気配を感じた。薄暗い部屋の中でぼんやりとした影が動いているのを見て、彼は凍りついた。美穂の霊は片目がつぶれた状態で、血まみれの顔で何かをブツブツとつぶやきながら捜査員の顔を覗き込んでいた。叔父はその夜のことをこう語った。彼女の顔は血まみれで、片方の目は完全につぶれていた。でも、もう片方の目はまっすぐにこちらを見ていたんだ。あの目に見られた瞬間、全身が凍りついたよ。声をかけることもできず、ただひたすら目を閉じて祈るしかなかった。美穂の霊が近づいてくるにつれて、叔父の呼吸は早まり、心臓の鼓動が激しくなった。彼女のささやき声は耳元で響き渡り、その内容は理解できなかったが、何か怨念に満ちた言葉をつぶやいているのは明らかだった。叔父は恐怖で動けず、ただその場に座り込み、震えながら夜が明けるのを待った。ついに警察は、工事に監視カメラの映像を見せることにした。工事が逮捕され、取り調べが行われる中、警察はこの映像が彼に何か反応を引き起こすかもしれないと考えた。叔父も同席したその場で、工事に映像が再生された。映像には、美穂の霊がはっきりと映っていた。叔父は映像を見た時のことをこう語った。その映像には、明らかに美穂の霊が映っていた。彼女は潰れた片目をカメラに押し付けながら、何かを必死に囁いていたんだ。何を言っているのかは聞き取れなかったけど、その姿は忘れられない。映像の中で美穂の霊はカメラに異常なほど近づき、その片目がカメラレンズに押し付けられた状態で
何かを熱心に囁いていた。その囁き声はノイズに混じり、明確な言葉としては聞き取れなかったが、その怨念が画面越しにも伝わってくるようだった。浩二はその映像を見た瞬間、顔面蒼白になり、激しく震え始めた。これは俺のせいじゃない。美穂、俺を許してくれ。と浩二は叫びながら映像に向かって手を伸ばした。彼の目には恐怖と後悔が入り混じった表情が浮かび、その場に崩れ落ちた。取り調べ室は一瞬にして緊張に包まれ、捜査員たちはその異様な光景に言葉を失った。浩二はその後、刑務所で自殺した。彼の死は、彼が美穂の霊に追い詰められた結果であると言われている。しかし、彼の自殺後も、美穂の霊は消えることなく、新世界の廃ビルに泊まり続けているという。美穂の怨念は、彼女の死によっても消えることはなかった。その霊が今も廃ビルに潜んでいる限り、恐怖の物語は終わらない。廃ビルを訪れる者は、美穂の霊に怯えながら、その呪われた場所を避けるだろう。この実話を元にした恐怖の怪談をお届けします。浩二が逮捕され、事件は一応の解決を見たかに思えた。しかし、美穂の霊は未だに新世界の廃ビルに泊まり続けているという。片目の潰れた幽霊の噂は絶えず、今も誰もがそのビルには近寄らない。多くの人々が、美穂の霊がそこにいると感じ、恐怖におののいている。事件が公にはされていない理由の一つは、警察の不手際が絡んでいるからだ。ストーカー被害を適切に対処できなかった警察の過失が、美穂の死を招いたという事実は、警察内部でも大きな問題となった。このため、事件は内部で処理され、公にされることはなかった。しかし、事件に関わった者たちの間では、今も恐怖の記憶が生々しく残っている。捜査に関わった警察官たちは、未だに夜中にうなされることがあり、美穂の霊が近くにいると感じることがあるという。彼らは、その恐怖から逃れることができず、日常生活に支障をきたすことも少なくない。ある捜査員は、こう語った。あのビルの中に入った瞬間、背筋が凍るような感覚があった。美穂の霊がそこにいるとしか思えなかった。彼女のささやき声が耳元で聞こえるたびに、心臓が止まりそうだった。今でも、その感覚が忘れられない。美穂の霊が消える日は来るのだろうか。その答えは、誰にもわからない。彼女の怨念は、まだ解消されていないのかもしれない。新世界の廃ビルに足を踏み入れる者は、その恐怖に直面することになるだろう。新世界の廃ビルで囁かれる恐怖は、単なる都市伝説ではなく、実際に起こった事件を元にしたものである。私がこの話を聞いたのは、警察官のおじからだった。彼は今でもこの話を語るとき、どこか恐怖に怯えているように見える。彼は、事件に関わった警察官の一人として、その恐怖を直に体験したのだ。おじはこう語る。あの時、美穂の霊が本当にそこにいたのかどうかはわからない。でも、彼女の怨念が強く残っていることだけは確かだ。あのビルに入ると、その存在を強く感じるんだ。あなたも新世界を訪れる際には、決してその廃ビルには近づかない方が良いだろう。美穂の霊が今もそこにいるかもしれないのだから、彼女の怨念が消えない限り、その場所は永遠に恐怖の地として残り続けるだろう。新世界の廃ビルには、恐怖と怨念が渦巻いている。その場所に足を踏み入れる者は、その恐怖を直に感じることになるだろう。美穂の霊が消える日は来るのだろうか。それは、彼女の怨念が解消される日が来るかどうかにかかっている。しかし、その日はいつ訪れるのか、誰にもわからない。新世界の廃ビルは、今もなお、
恐怖の場所として存在し続けているのだ。いかがでしたか？新世界のハイビルで囁かれる恐怖の実話怪談をお楽しみいただけたでしょうか？このような実話に基づいた怪談話はまだまだたくさんあります。次回も心霊現象や怪奇事件にまつわる背筋も凍るような話をお届けしますので、お見逃しなく。チャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは次回の恐怖の時間でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。